今日もご覧いただきありがとうございます。エンタメは生きるモチベーション。エンタメウォッチャーの今何にです。TBS 日曜夜9時日曜劇場アンチヒーロー8話の感想です。いつもコメントありがとうございます。今回は主にさやちゃん周りで号9回でしたよね。伊達原で笑わせてもらい、さやと清水で泣くっていうね。 そしてチーム秋純の戦隊モノヒーローゴレンジャー感これ8話はかなりありましたよね。赤レンジャー先生のために働きます。敵を倒すぞ。的な。そしてここまで分かったことは至ってシンプル。清水を鞘のもとにということ。これまでの事件はこれを成し遂げるための伏線だったんですね。ただ依然として分かっていないのは セコや伊達に指示をした黒幕は誰なのかということ。そして時系列的に今回新たに分かったこととして、清水の冤罪を突き止めたのは、桃瀬玲子が先だったということ。そして彼女は病死し、その意志を飽きずみに託すという流れだったということが分かりましたね。 彼女の死をきっかけとして検事から弁護士に転身。その後は清水の冤罪を晴らすために関連する裁判に積極的に関わってきた。そして日山の母の死は1年前だということ。日山が社長をやっぱり殺していたということも確定しました。ここまでのすべての裁判はつながっていたということが本格的に明らかになったし、今回は先週の終盤から続く 12年前の糸井事件の全貌が、秋住とさやちゃん、青山とみ宮、赤峰と火山の3方向から分かりやすく描かれる形となりました。そして一番の関心事は、やっぱり糸井事件の真犯人は誰なのか、そして瀬古や立原に命じた真犯人に通ずる黒幕は誰なのかということ、何のために冤罪にしたのかということ、 そこは8話終了時点でも不明なままです。それでは8話見ていきましょう。<laughs> 冒頭、果てしないゴミの山から血のついたジャンパーを見つけ出すというミルクン級の嗅覚を発揮した赤峰くん。まあドラマですからね。そして檜山の社長殺害も確定。ついに、さやちゃんに飽きずみの口から真実が告げられる時が来ました。 秋純が清水の事情聴取を任されていたこと、清水はずっと殺人を否定していたこと、事件があった日は娘、さやちゃんに頼まれて、うさぎのぬいぐるみを公園に探しに行っていたということ、 でも当時の秋純は検察の正義をし信し彼が犯人だと疑わなかったということそして先週の青山の怪しい登場から続くこの場面想定通り単に糸井事件の説明をするという流れでしたね。ここで明らかになったことは検事として同僚であった百瀬玲子が先に清水が冤罪であると気づいていたこと。 清水は糸一家の殺害はしていないが、会社の金の横領はしていたということ。そして当時埼玉地検にいた秋炭がこの事件のために呼ばれたということ。ミル君もその様子見守っていますね。そして12年前の事情聴取の場面。おひげなしのつるんとした完全ダークサイドな秋炭。傲慢で視野が狭くて強引、相当卑劣な感じに描かれていましたね。 こういう過去があったからこそ今のあの素直じゃない感じだけど優しさに溢れる飽きずみになったんだなとちょっとここまでのダークキャラだとは思いませんでしたね検事時代に清水の妻と娘は毎日毎日マスコミに追われ続けてそれでさやちゃん対人恐怖症になり人と関わることが怖いというトラウマになってしまったんですね奥さんは離婚後 交通事故で亡くなり、さやちゃんは児童養護施設に絵に描いたような不幸。もうこの二人の芝居の迫力が凄す,すぎて、これ完全見てる方は清水さん側に感情移入しちゃって、自白強要だけど嘘でも自白しちゃうよなっていうのを、本当になんか理解できますよね。そしてついに私がやりましたと言ってしまう。ひどい話です。 そして瀬古判事によって死刑判決を言い渡される。いやー、ひどすぎますね。尾方直人さんはこの役のために9キロも体重落としたそうですよ。56歳で9キロ落とすとかもうとんでもないことなんですけどね。やっぱりプロは違いますね。ほんとすごいわ。これもしかしたら秋純がここまでやる男と分かっていた伊達原が秋純を抜擢したのかもしれないですよね。秋純のことを 終盤で自分と似ているという伊達原が自分の手は汚したくないけど自分がするのと同じ結果を導きたいために埼玉地検から連れてきたということなんでしょうね。いや、この場面本当にきつすぎてリピートするのが辛いわ。そして清水を死刑に追い込んだのは自分だということ。申し訳なかったと涙をポロポロ流す飽きずみ。 それを受けるさやちゃん役、近藤花さんの演技がこれ、上手すぎて、本当に今回はどぎもを抜かれました。彼女の演技、すごいですよね。プロフィールを見ると、16歳の近藤花さん、2021年にマクドナルドの CM で、今回、緑川役をやっている木村吉野さんと共演したのをきっかけにデビューということで、まだなんと3年しか経ってないんですよね。 しかもドラマも近代一少年とバラカモンだけすごくないですか泣く演技がほんともらい泣きするほどうまかったんですよね。8話では長谷川さん、小形さんの芝居に本気の芝居で挑んでいて全く引けを取らない芝居になっていました。彼女ほんと将来有望ですよね。独特の魅力があるし今後オファーが殺到しそうですね。 桃瀬玲子が秋みに託したファイルには当時千葉県警の警察官が清水さんのアリバイを証明するある動画を見つけていたとそしてそれを隠蔽したのが篠宮の父倉田と伊達原だったそのことを青山から知らされる篠宮さんやはりここにたどり着く運命だったんですねそのアリバイ動画を最初に見つけた警察官というのが誰なんでしょうね 公式の相関図ではこういった覆面の形で出ています。これは初めてのケースですね。未発表ゲストということなんでしょうが、若手ですかね。誰なんでしょう。彼が存在していれば、この警察官が証言することで無罪は勝ち取れると思うんですけどね。もう消されちゃったのかもしれないし、立原によってのし上がったのかもしれない。 ここにも間違いなく伊達原絡んでいるんでしょうね。そして1話に続く火山による社長殺害の全貌が明らかにされる場面。相当に鬼畜社長だったんですね。だからといってまあ手にかけるということは決してしてはいけないことですが、火山には同情の余地が多分にある。これこの社長の妻とか子供にとっては、まあね、こういう最悪な結果にはなってしまったけれども、結果的には 救われたのかもしれないって思ってしまいますけどね。妻は何も被害なかったんでしょうかね。まあ小規模事業の社長ってこういう極端なタイプリアルにいますよね。日山は罪を償った上で上場酌量の余地があると赤峰によって弁護される流れになるかもしれないですね。そしてやばいやつ数図つけてる説ここでは顔は映らない悪役続きの迫田さん。 エゴシのバックにはやばい奴もいるということ。それが誰なのかっていうことですよね。そして1話冒頭につながるこの場面。檜山は母親に金の心配をかけたくないということから違法なスピルドアという組織から闇バイトの仕事を受けていた。そこで檜山がその闇バイトを通じて撮影した盗撮動画に清水が映っていたということ。 ここで清水一家の事件と檜山が繋がっていたんですね。で、その組織の管理をするエゴシを探すために檜山を無罪にする流れ。いや、これうまくできてますね。そして清水の冤罪を晴らす糸口をつかんだ秋純は仕切り直し、あなたは人を殺しましたかと、清水を助けるためのシナリオをスタートさせる秋純。 1>, 1話の冒頭でものすごく芝居がかっているような含みがあるような演技をしていたこと自体が伏線だったというわけですね。動画を見つけたら自首するつもりだという檜山。俺が動かなければ清水さんはいつ死ぬかわからない。こんな俺でもまだ人を助けることができるなら何でもしたいと。 秋純が檜山をどんな風に説得したのかがよくわかるセリフ。ああ、やっぱり最終的に赤峰が檜山を弁護するフラグですよね、これ。檜山のことを100%は信用していないものの信用しつつある顔。事件に関係する人間、施工や倉田の不正を暴いたのは清水の冤罪に加担したと証言させるためだった。僕も協力します、と赤峰。 私も全力を尽くしますとみもうここの戦隊ものゴレンジャー感がすごかったんですよねただ誓ってくださいこの件が終わったら必ず檜山に罪を認めさせるとと秋純にダメ押しする赤峰もちろんという秋純ここで血の付いたジャンパーを秋純に預けるわけですね 順当に考えれば、これが最終的に飽きずみによって使われるという展開にはなりそうですけれどもね。それがすんなりいくかどうか。やっぱりここに関しては赤峰が活躍しそうな気がするんですけどもね。事務所のチームミーティング。檜山もすっかり一員ですね。まあ、ガンちゃんだから仕方ないですけど、なんか、 このキャラにしたら洗練されすぎてるんですよね。そうそう。あとは檜山の首にある三日月と星のタトゥーは今回結構アップになりましたけどやっぱりこれ気になりますよね。なんか意味はありそう。でもバカっぽいキャラには描かれていなくてなんだか檜山ってこれだけ理量整然と話ができる男なので鬼築社長がいるようなね工場単純労働勤務じゃなくてもっとホワイトカラーな仕事できそうですけどね。 罪を償って更生したらそういう仕事にいいいててほしいものですっていうか今現在でもガラケーで送受信ってできるんですね。もう生産とかサポートをしていないだけで使えることは使えるんですね。檜山が今でも生きているガラケーを持っていることに多少驚き。潜入捜査用の偽造キャラ、鴨井翼を演じる赤峰くん。この免許が北村くんの不安が 喜ぶ仕様になっているんですよね。こういうね、細かいところもすごいですよね。ディッシュハイズとか、北村くんの誕生日とか、ディッシュの結成日とかが書かれているようです。そして8話にして、迫田さん登場。いよ、待ってました。悪役名人。しかも、北村くんの赤峰くんが演じる鴨井翼。イケメンすぎるやろ、これ。一緒に見ていた旦那さんは、これ誰って言ってましたからね。 視聴者も見事に欺いています。赤峰君。ん。坂田さんは緑川さんの元旦那じゃなかったですね。普通に悪いやつでした。もう次のクールぐらいでは坂田さんにいい役が回ってくるといいですよね。これ赤峰君が絶対しないポーズ。貴重。しかもかなりチャラい。鴨も翼、最高じゃないですかなんなら来週も登場してほしい。秋住法律事務所の美女二人の 間に割って入ってくるミル君。もうこの時点でさやちゃん来るぞっていう気配感じてるんですね。カメラ目線です。ミル君めっちゃ演技してます。白木さんはなんでこの事務所を選んだんですかしのみやちゃんナイスクエッション。きっともう先生も忘れているんじゃないと質問の答えになっていないことを答える白木。彼女もまた糸井事件の関係者なんでしょうか桃瀬玲子の関係者かもしれないですよね。 ミル君、サヤちゃん、お出迎えシーン、全力演技してて可愛いんですけど、甘えた声を出すミルって字幕に出てるんですけど、出してましたね。すごいです。まあ、別撮りかもしれないですけど、ミル君、天才。サヤちゃんと飽きずみ。これまで優しくしてくれたのは罪悪感からかと問うサヤちゃん。サヤの言う通り、罪悪感が消えることはない。 優しくしていたのは後ろめたさがあったからだと正直な気持ちで向き合う秋みその話を聞きながら右目に大粒の涙を浮かべるさやちゃんこれ美しすぎましたね この強さと儚さと戸惑いを含んだ表情、大女優誕生の瞬間を見てますね、これ、私たち。でも、さやのためにできることは何でもしたいと思ったという飽きずみ。そりゃあね、こんなさやちゃんしたくなりますよね。6年前にサヤに会ってからさやにしてきたこと、飽きずみへの確固たる信頼感は、さやちゃん自身が一番感じてるはず。 ただこういうことを急に告げられて正直先生のことどう見ればわかんないという彼女の混乱は当然そして清水を無罪にするという二人の強い思いは重なって一つの力になるパパに合わせてというさやちゃんそして八は一番の名場面が来ましたさやを12年ぶりに見た時の清水のこのリアクション大きくなったなともうここでこっちも号泣 パパは人を殺してなんかいないと娘のために宣言。横領のことも素直に言う清水。こんな父親ならいない方が幸せになれると思った。辛い思いをさせた。よく頑張った。という清水に。何それ簡単に言わないでよ。バカじゃないの私がどうしたら幸せかは私が決める。なんで私を置いていったのずっと信じていたのに。 パパが認めたせいで辛かったなんてもんじゃないよ。パパがいなくなってママもココアも死んじゃって私はずっとずっと寂しかった。犯罪者でも何でもいいからずっとパパと一緒にいたかった。いやーこれ壮絶すぎましたね。全国のパパも大号泣だったんじゃないでしょうか。いや、パパじゃなくてもね。これ清水に100%感情移入しちゃいますよね。いやあ、花ちゃんうまいわ。経験豊富な 尾形直人とここまで対等に芝居できるってね。もうこれ、秋純さんも泣いたらダメ、泣いたらダメってきっとこらえてますよね。これ近くで見たら絶対泣くでしょう。大丈夫、秋純先生が絶対に助けてくれるからとさやが父に言う。この大丈夫は父に対する愛と秋純からこれまでに受けた愛が支えになっている上での大丈夫。重みがすごいですよね。秋純も 私にあなたの無実を証明させてくださいと改めて言いそしてとうとうこれまで自暴自棄だった清水は目の前の鞘のために戦う決意をするいやこの場面ここまでのアンチヒーローでナンバーワン名場面じゃないでしょうかね素晴らしい場面でしたそしてエゴ氏は偽名であり後藤周一43歳ということが判明東大でのエリートがなぜ そんなことに手を染めているのかよほど借金があるとか大金を得たい何かがあるとかでないとこんなことしないですよねそして秋純は江氏と接触するも立原に先回りされていた檜山のアパートに張っていたと思われていた菊池賢治がこっちにこのトリッキーな流れはちょっとビバンっぽかったですよね。 もうこのドラマはいち早く一歩先に行ってた方が勝つっていうね秋みが脅迫して逮捕しようっていう流れだったんですね恐ろしい周りも全部エキストラ使ってますしね今後も伊達原は秋みをはめようとしてきますねこれそして問題の盗撮映像この女性もしかしたらすでに登場しているキャストの誰かかもしれないですね結構長身な気がするので 玉木亮さん演じる沢原巻とかどうでしょうかねいや、もしかしたら白木かもしれないですよね。沢原だとしたら被害に遭ったことがあるので、そのモチベーションでジャーナリストとして闇を暴くことを仕事にしたとかありえますよね。そしてこの女性が最終的な裁判で証人になるとかもありえる話ですね。ここ注目していきましょう。これさあ、外付けハードディスク右クリック のフォーマットだけじゃ完全消去でできていないいななかもしれないですよねこれ復元できると思うわ。天は正しい方に味方する。もうこれはさすがに笑っちゃいましたけどね。舞台芝居すぎますよね。正しい方っていうことは空きずみの方っていうことでいいんですね、伊達原さん。で、この後ハードディスクごと踏みつけてメタメタにするわけですが、 これ、側は壊れてるけど、記憶装置の部分、ダメージ受けてないと思うので、大丈夫かな緑川さん、あとは頼んだ。本当に壊したかったら、物理的に粉々にするレベルじゃないとダメですよね。踏むくらいじゃね。もしここで消去されていたとしても、他にもバックアップあると思うんですよね。いやー、でもこれ見てた緑川さん、どん引きしただろうな。ちょっとかなりクレイジーでしたよね。 原そして決めゼリフは「甘いもんでも食べに行こうか」もうこの緑川さんの表情こいつあかんわって思ってる顔ですよね確実に飽き済みの味方になりますねこれそして当チャンネルでもミル君がいつ誰に吠えるかというのが一つの焦点だったんですが吠えましたねミル君8話めっちゃ演技してました「誰なんだ来るのは糸井事件の真犯人なのか」って 思って見てたら緑川を伴って伊達原が登場そりゃ見る吠えるわなブルー系の美しい花を持って事務所開設の祝いと言って現れるんだけどもう事務所開設から5年も経ってるのにねふざけるなという気持ちで秋純はデスクの上に無礼に足を投げ出す弁護する人間は選んだ方がいい事務所潰れちゃうよと伊達原節 さらに、秋純弁まで言いかけて、ああ、こういうのを最後でないことを祈ってますよと。もう嫌だこれ。虫ず走る。ね今回で伊達原は全視聴者を敵に回しましたね。いや、私は好きなんですけどね。伊達原さん。しかし、ミル君も伊達原が目の前を横切るとき、パッと顔の位置を変えてしっかり伊達原に目線を送ってるんですよね。役者だな。 いやほんと、ここすごい。チェックしてみてください。赤峰くん、篠宮さんも、凛々しい表情でね、俺たちはあくまでも飽きずみリーダーについていくっていう表情してました。そして去り際にも高笑いする立原にミルクもしっかり吠えていい仕事してました。もう二度と来んなと、塩巻いてやるっとね。いや、去り際もこれ完全時代劇。 左手ポケットに入れて花束を肩に乗せるやつ。これイケメン、イケオジしかやっちゃいけないやつなんですよね。そして8話はこのタイミングで主題歌花束。いいわ。秋澄くんは私にどこか似ていたんだという立原。検事時代は仕事のやり方から思考、行動、確かに似ていたかもしれない。でも弁護士に転身した時点で、 彼は伊達原とは180度違う属性に生まれ変わった。そういうことなんだと思います。その証拠に怒りに震えて握りしめた敵からの花束。伊達原なら生きている花をぐちゃぐちゃにしたことでしょう。そう、あのハードディスクのように。でも今の秋純はそれをしない。保護犬施設に通い、ミルを引き取り、身寄りのない鞘を守り抜き、命あるものは大切にする秋純が、 生きている花をたとえ憎い相手からの贈り物だとしてもめちゃくちゃにするはずがない。その代わりに秋みが罪の意識から生み出した資料たちに怒りをぶつけてファイルを床にぶちまけたこのシーン。ここの描き方秀逸でしたね。荒ぶった場面を入れずにこの結果だけを入れているっていうのがうまい描き方。怒りの矛先がぶれていない秋みは おそらくここで次の一手を考えているんでしょうねいやーこの場面も名場面でした来週9話次回予告これ以上の幸せを当然受け取るべき権利があるんですと訴える秋み。また面会に行っている様子のさやちゃん見ると豆の写真をお父さんに見せていますね清水はこれまでの自暴自棄な清水ではなくさやと共に生きたいというモチベーションが上がりまくりますよね怖いのは伊達原の もううう終わらせてあげようかというセリフもしかしたら死刑宣告のタイミングが来てしまうのかもしれない証拠を集めるのとどっちが早いのか間に合ってくれ飽きずみまだ出てきていないキャラとしては千葉県警の動画を発見した警官そして緑川の元旦那で警察官僚の男これ同一人物っていう可能性も大いにありますよね生きているとすれば伊達原に口封じされているはず そしてそもそも、立原や瀬古にこんなことをさせる黒幕は一体誰なのか、そこは依然として見えていないですよね。あと2話しかないのに。いやもう視聴者ももう清水を無事救出して、さやちゃんの元に帰らせてあげたい。それしかないですよね。そのためにゴレンジャープラス色のついたキャスト頑張ってくれっていうね。それしかないですよね。 あとは公式に出ていたんですけれども、色のついていないキャストも何か共通点があるということなんですけれども、これ私すごい考えたんですけど、わかんなかったんですよね。なんかまあ、伊達原とか、せことか、地名が入っているとか、そういうことかなというのも考えてみたんですけどね、ちょっといまいちわからないんで、この後の展開に期待したいところです。 ということでアンチヒーロー8話の感想でしたご覧になったあなたの感想考察などぜひコメントお待ちしております9話どうなるんでしょうね引き続きご一緒に楽しみたいと思ってくださった方はぜひチャンネル登録もお願いしますそしてシニアチャンネルの方では健康やお金暮らし方など少しでも老後不安をなくす情報を発信しています50歳以上の方ぜひ遊びに来てくださいねそれでは最後までご覧いただきありがとうございます また次回の動画でお会いしましょう。以上、今何でした。